これお前の声だろ、完全に。はい、はい、なんすか。なんすかじゃねえよ、お前。自分引退するんですよ。信じるよ。お前を信じるからな。はい、あ、はい、信じてください。ファミマの深夜バイトでコツコツ貯めたこの1500円のチュンカお前に託す。受け取れ。すみません、確認できません。どどどどどどど使用済みになってますよ。それはないよ、キーボー。本当にですか。ちょっと一回やってきて、もう一回だけ。ほい、タピオカ帰ってこないぞ。俺もダメだな、帰ってこねえな、こいつ。はい、どうも、ムジカです。ですね。多分、どっかのタイミングで動画出してると思うんですけど、キーボーがね、前タピオカナノってやつ、K ナノってやつなんだけどね、フレンドにはなっておいたから、そいつがね、ついにね、やってきたと。僕からですね、1500円をね、取り散らかして、で、消えた。3000円か。3000円取った後、まあ、ちょっと音信不通になってたキーボーがですね、ついにコンタクト取れたってね、これ、ちょっと、また新たな展開が見れるかなと思います。招待してみましょうか。そっくりかな。あ、これ本当分かってない感じだな。こんにちは。あれ VC できないですか ?VC。聞こえます？なんかタップ音しか聞こえないですけど。とりあえず、こいつ確か1500円渡して、あれこれ使用済みですよっつって。なんか俺もそのチュンカが誰かに渡したかどうか微妙なやつだったから、あれもしかしたら使ったやつかなと思って、でもう一回新しいやつ取ってそれ送ったら、あれすいません、これも使用済みなんですけど、みたいな。で、今その場で剥がしたやつを、そんなこと言ってきたら、あ、こいつそういう、おとぼけ詐欺野郎だってね。使用済みなんですけど、つって、とぼけて、使うってやつ。行きましょう！おとぼけ野郎が、どうしてくれるかな。聞こえる？お、来た来た来た。喋って。イヤホンある？ありますよ。持ってこい。わかりました。あれ、イヤホンにした？忘れてたわ。普通に荒野行動やる気はないんだが。いや、イヤホン取ってきた？抜けるで、喋れないんだったら。めんどくせえ、こいつも。ちょっと、普通に荒野行動やる。お、喋って喋って。はい。あ、やっと聞こえたわ。よし。やっと喋れたわ。ディスコードやってないの、ディスコード。やれ。あ、そうだ、ガチャ引きます。うん。はい。はいじゃねえよ。あれ、僕のこと知ってます？知ってますよ。おお。いや、なんか、ガチャ応募してきたよ。してきてきたよね、前。はい。今、前の応募からランダムでピックアップしてんだけど、おめでとうございます。ありがとうございます。ガチャを引きたい、詐欺をしない、健全ないい子に、今、ガチャを配っております。あなたは詐欺キッズではないですよね。それだけ確認させてください。聞いてますか？聞いてますか？おーい。あ、はい、電話来てました。え？電話来たんで、あれ。二度と電話に出るな。わかりました。とりあえず、詐欺をしないいい子にだけ配ってるんですけど、あなたは詐欺をしてない清らかなキッズですか？あ、はい。あ、清らかって言うんですか？清らかってのは、いい子すぎて止まらないっていう意味です。いい子ではない。いや、自分ではわかりません。いや、とりあえず今、詐欺師成敗とかさ、動画出してるからさ、詐欺と一緒にだけは出ちゃダメ。あー、くそ！あれ？マジか。無事か。詐欺師とさ、一緒に出るとさ、ちょっと叩かれるからさ、詐欺師とだけは出れないんだよ。はい、君は大丈夫だよね？はい。オッケー。詐欺してない？大丈夫？よし。よし。めっちゃキレ気味やん。めっちゃキレるやん。はい。あ、じゃあちょっと、後でコメントするからコメ欄だけは解放しといてよ。じゃあもう一回行こうか。何をパッ？オッケーです。オッケーじゃないわ。準備してや。よっかーやー準備かえ。てか、なんでフレンド申請してくれたんすか？いや、だからガチャの前応募してきた人からランダムでバコバコしてんだよ。はい、あ、そういうことですね。うん。君でもあんまオンラインになってなかったね、基本。ああ、そうですね。あ、これサブアカ？あ、これサブアカっていうか、なんか友達に育ててほしいアカウントがあるって言われたけ、そっちを今育てよって。あ、じゃあ友達のアカウントをメインにやってて、こっちは自分のだけど、ちょっと放置してるってこと？あ、そうですね。ログインだけみたいな。なんでログインだけ、ね、ログインだけすんの？なんか、もらえたらいいなと思って。ログインボーナスみたいな。はい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 。結構セダンスキンとか課金してなかった？あー、まあまあですね。いくらぐらい課金してるんですか？いや、でも自分では課金してないんですよ。友達からもらったみたいな。アカウント詐欺られたけ、友達からもらったみたいな。アカウント詐欺られたから友達からもらったってどういうこと？他の人にアカウント詐欺られたんですよ。ああ。そしたらなんか友達2つアカウント持ってる人が1個あげるよみたいな。
あ、これもらったんだ。はい、もらいました。でもこんな課金してるアカウントをくれないでしょ、普通。友達の方が課金統計。ちょっと待って、一回声かけるでしょうか。赤番って赤ちゃんバンバンの略ね、ちなみに。赤ちゃんがバンバンするよっていうことは、いい、それでも。面白いですね。あ、ごめん、もう一回喋って。はい、了解です。喋ってます。めっちゃこいつやん、お前同一人物だ、ふざけんな。はい、オッケーでーす。ムジカさんってキルレどんぐらいありますか？キルレマイナス8ぐらいですね。マジで。マイナス何が友達からアカウントもらったで嘘つく。こういうキッズは平然とね、嘘にね、嘘を積み重ねてきますからね。このクソガキが。このアカウントもらう前は自分アカウント持ってなかったんですか？あ、詐欺られたのか。はい。どんな感じで詐欺られたの？あの時は確かなんか友達がなんか発行したのをそのまんまなんか間違ってロビーに送ってしまって、広場に送ってしまって。バカか意味やから。友達が送ってきたのをロビーに流して、なんでお前のアカウントが下げられない。なるほどね。ムジカさん。はいはい、はい、大変ですな。大変です。いやでもそんなこんないいアカウントを友達からもらえたならいいじゃん。もらえたっていうか1500円です。あ、売ってもらったんだ。あ、はい、よかったじゃないですか。え、1500円以上課金してんだろ、このアカウント絶対。あ、はい、精鋭は7ですね。へ、ムジカさん上手いですか？下手ですよ。なんでそんなキルレやらうまさを求めるんですか？ちょっとどんかつ奢ってほしいなと思って。奢れないです。いやなんか最近さ、詐欺師狩りばっかやってんだけどさ、詐欺師が減っちゃってさ。あ、詐欺師が減ってネタが減ったんですか？そうなんですよ。なんかいないですか、いい人、いい詐欺師。詐欺師今あんまいませんよね。詐欺師ってそんな稼げるんですか、再生回数で。あ、再生回数はまあ前よりかはいいかな。ミジカさんお金持ってるっすね。お金ないっすよマジで。お金ないのにキッズにチュンカあげてるんで、もうないっすよ。え、どこや。マジ頑張ってください。投げられたら終わりや。あ、来た。お、惜しい。俺惜しい。何か惜しいな。ああ。一緒にちょっと詐欺師狩り行きましょうよ。あ、いいですよ。どういう詐欺師がいるんですか。詐欺師ですか。詐欺師わかりませんね。てかあれ、詐欺師って今めっちゃ少ないけん、おるかわかりません。あれコメント書けねえよ。これ誰でも書けるようになってる？あ、コメントですか。うん。マジですか。あ、ちょっと待ってください。あ、今解放しました。ありがとうございます。なんて書こうかな。コメント書いてくれるんですか。うん、ありがとうございます。なんかいい詐欺師いないかな。好感が多いな。ちょっと広場探してよ、なんか良さそうな。え、詐欺師っぽいのでいいんですか。うん。あ、ムジカさん。はいはいはい。アイチンズください。なんですか、もう前あげたじゃないですか。前僕から3000円取ったじゃないですか。え、3000円取ってませんよ。いや、下げられたんすよ君から。え、1500円。1500円2回下げられたんすよ、タピオカさん。これ下げってませんよ。これ君でしょ。どれがですか。この声聞こえます。話を聞け。これ俺の声だ。びっくりした。こんにちは、こんにちは。いくらですかこのアカウント。売ってくれるんですか。これすごっ。はい、すごいっすね。これ完全お前だろ。それ僕じゃないっすよ多分。マジでこの声。マジっすか。はい、はい、え、違います。引退したらサッカーの選手になるんですか。引退して何ですか。違います。すみません、課金カードって準備できますかね。これお前の声だろ完全に。はい、何ですか。何すかじゃねえよお前。1500円2回下げったろ俺から。とぼけんじゃねえボケ。 iTunes カード1回渡して、すいません、これもう使用済みですって言われて、もう1回 iTunes カード渡したら逃げたやん最後。覚えてないの。いいじゃねえよ。コメント欄見てみ。やば。詐欺を認めんなら許しますけど、詐欺してごめんなさいわ。詐欺してごめんなさい。え、覚えてる。キーボーターボーのやり取りしたの覚えてる。ああ、覚えてる。はい、あんな熱いやり取りしたのにさ、はい、全然インしてくんなくてさ、お前ログインすげえ時間かかったわ。はい、覚えてるだろ。はい、あん時の俺が渡した1500円普通に使えたろ。耳悪いのかお前は。すいません、電話かかってきてました。おい、だあん時俺が渡した iTunes コード2枚とも使えたでしょって。はい、どうしたのあれ、何使ったの。あれはバトルパス。普通に認めるな前は。え、じゃああれ
このアカウントもらったって話はどうしたの？なんか友達からもらった。あれは本当ですよ。あ、そうなん？はい。いや、まあよくわからんけど。え、てかこれ YouTube 上げるんですか？上げるよ、お前。2本立てだよ、お前。前のやつと今回で。当たり前だよ。うどんだけ俺が下げられると思ってるんですか、君に。3000円ですけど。え、ムジカさん。はいはい。あの、はい、あの3000円払うんで、あの詐欺、あの YouTube に出さないでください。無理です。はい、ということで中華を今日はこれですね、出していきましょうか。最後を隠して、はい、4の後はアルファベットです。はい、ということでした。まあね、まあこれで彼もいい教訓になればと思います。まあね、実際ね、通報してもねバンされることはないし、今の荒野のシステムがそうなってしまってるんでね、なかなか、まあバンにつながるかもしれないですけど、まあもう名前を変えてコメント欄封鎖していることでしょう。これに懲りてね、もう詐欺しないように願うだけですね。実際リアルでね、なんか犯しちゃうよりね、ここで反省してほしいと思います。ということで、まあ偉そうな感じです、すいません。